レベッカ・トゥイッグは、アメリカ合衆国、シアトル出身の元女子自転車競技選手。女子中、長距離界のトップ選手として、長らく君臨。世界自転車選手権の個人を追い抜き6回制覇は、同種目最多優勝記録。ジャニー・ロンゴや、レオン・ティエン・ファン・モールセルといった選手たちともしのぎを、削った。1984年のロサンゼルスオリンピック。 個人ロードでは、同じアメリカのコニー・カーペンターに続いて、銀メダル。1992年バルセロナオリンピック、個人追い抜きでは、銅メダルを獲得。1996年アトランタオリンピック、個人追い抜きでは本命視されるはずだった。ところが、全米自転車連盟が開発した、スーパーバイクの使用を拒み、挙句には、ナショナルチームからも離脱してしまった。 最初は、その自転車に乗っていたが、体にどうしてもフィットしないので、前々から使用していた自転車で、オリンピックに挑みたいと主張したが、逆に、スーパーバイク仕様を強要されたことを告白。また、長年トゥイッグのコーチを務めてきたエディ・ボリセビッチを、全米自転車連盟が排除したことにも起因している。ただ、これが原因で現役を退くということはせず、 翌1997年の全米自転車選手権に出場し、ロード個人タイムトライアルで3位に入ったが、これが最後の実績となった。ありがとうございます。